おい、あそこだ。どうやら国王たちも無事みたいだな。お、リュードのやつもいるぞ。バカだなあいつ。こんなところにまで首を突っ込んでどうしようってんだ。聞け、レイドカーン。お前がおとなしく投降するなら、お前の部下や民の命は助けてやろう。奴らの言うことなど信じてはなりません。どうせ口先だけのデタラメに決まっております。どうした？出てこなければお前の国もお前の国の民もおしまいだぞ。我が帝国はディアデムに対し宣戦布告する。お前たちの卑怯な奇襲作戦を阻止するためにな。あいつら、大義名分さえあれば他国の介入は防げると踏んでか。よし、出るぞ。おお、いけません。別に死にに行くわけではない。そう簡単にやられはしないよ。奴らとていきなり命を奪うような無茶はしまい。しかしゲルド・ブレイムと会って直に話をすればなんとかなろう。いつまでもここで連中とにらめっこをしているわけにもゆくまい。おお、あとのことは頼んだぞ。我が命に代えても。行ってくる。私だ、レイド・カーンだ。今出るぞ。ダメよ、出ては。おい、奴が出てきたら分かってるな。言われるまでもない。さあ来たぞ、兵を引かせろ。私を捕らえて帝国本土へ連行するがいい。あいつは行くん。おお、動くんじゃないよ雑魚ども。国王のドタマに風穴を開けてもらいたくなけりゃね。おい、王は約束を守って一人で出たのだぞ。なぜ撃った？うるさい、皇帝陛下のご命令だ。奴を始末しろとな。なんだって、まさかそんな。貴様ら、これが帝国のゲルド・ブレイムのやり口か。撃て、次で仕留めろ。あいよ。やめろ。お前、わざと急所を外してるな。ちょっとはあいつにも歌わせてやらないとね。これで最後なんだからさ。さあ、次はどこがいいかね。
ソーラ、次はどこかな。お前ら、ここから先は俺たちが相手になってやろう。お前まさかあのイカレジジイの。へえ、こりゃ面白い。こんなとこで再会するとはついてる。お楽しみが増えたよ。前回はうまく逃げられたけど、今度はそうはいかないよ。それはこっちのセリフだ。生きて帰れると思うなよ。リュード、貴様帝国にゲルドブレイム皇帝のご意志に立てつき、同胞に銃を向けるというのだな。ふっ、ついに反逆者にまで落ちぶれたか。これでも貴様は終わりだ。完璧にな。義によって立つ者を反逆者とは呼ばない。ほざけ、バカめ。クズの仲間は所詮クズ。下老もろとも始末してやる。やれ。任せな。さあ行くよお前たち。地獄でダンスとしゃれ込もうじゃないか。生きてるかもな。危険、電波。
僕の正義だ。必殺コンチェルト。済むわけないでしょう。必殺オーバーチュア。帰るべき場所を、祖国を失わせてしまったな。
いえ、自分の意思でしたこと、どうか気になさらずに。それよりも私の方こそ彼らの行いに対し深く謝らなくては。どうしてこのような暴挙が実行に移されてしまったのか。お前が本国のやり方にまで責任を感じねばならぬ理由はない。気にするな。ギバリ、久しぶりだな。お前も良いところへ戻ってくれた。そちらはお前の友人か。危ないところを助けてもらった。礼を言うぞ。もったいなきお言葉。せめてもっと早く駆けつけることができれば。レイド・カーンを一つお聞きしたいことがあるのですが、急を要する話なのです。私に分かることであれば喜んで答えよう。何か古くから王家に伝わる言い伝え、禁忌のようなものはございませんか。おそらくは古の神々にまつわる話ではないかと。どうしてそれを。今ここで詳しく説明している暇はありませんが、連中の真の狙いはおそらくそれかと。何？それは本当か。城の裏山、風の祠にそれは眠る。誰も触れてはならぬ。目覚めさせてはならぬ。決して。遥か古に葬り去られ、閉ざされたる呪われし神々よ。我が一族に代々伝わる伝承だ。当主は祠を守り通し、次の代の者へ無事に渡さねばならぬ。それが我が一族の決まりなのだ。しかしそれもとうの昔に形骸化し、祠も今ではもうほとんど顧みられることはなくなっている。その伝承がまさか真実であったというのか。はい、間違いなく。同じようにサダルスードにも古い遺跡があり、そこに封印されていた輝くマグナスがすでにゲルドブレイムの手に。封印されたマグナス、ゲルドブレイムがそれとなると、のんびりしてはいられぬということか。騎士たちにはここを死守してもらわねばならない。ギバ。わかりました。私がその祠とやらの様子を見てきます。たぶん。それが何であれ、もし帝国の狙いが祠に祀られているものであるなら、何としても奴らの手に渡すわけにはいかん。承知しました。私も行きます。助かるぜ、シラ。オッケー、わかった。俺も行くよ。行けばいいんだろう。行くだろう。お願いね。私も同行したいのですが、構いませんか。ここでじっとしてるのは。ああ、ありがたい。こっちも戦力は一人でも多い方が助かる。どうやら今度の件じゃ何が起こるか分かりゃしねえみてえだからな。そこの
右の柱の裏に隠し扉がある。抜け道は城の裏へ通じている。わかりました。祠を調べてすぐ戻ります。みんな、何としてもここを死守してくれ。レイドカーン王を頼んだぞ。任せてくれ、ギバリ。お前たちこそくれぐれも気をつけてな。よし、それで行くとしようぜ。